魔法使いの手紙なんかを見つけてしまったばっかりに、お昼ご飯抜きでこんな荒野までやってきてしまった。いつも優しくて気が回るユリナも手紙のことで興奮してしまっているのか、移動中に食べ物を振る舞ってくれず、お腹が空きすぎて背中とお腹がくっついちゃう一歩手前を今まさに体感しまくっている。なんだこの状況は。あ、あれだ、女子高生によくある話、そう、ダイエットというやつか。そういえば月夜は数日前から新しい制服のスカートに変わっていたっけ。お腹周りが成長してしまったんだね。アキネーも胸には栄養がいかずにお腹の方が成長してしまっているんだろうな。ユリナも胸に十分すぎる栄養が行き届いてしまい、いよいよお腹周りの成長に体がシフトし始めたということか。だからみんな食べ物の話題には触れないようにしているのか。ごめんなさい、みんな。お腹が空きすぎて心の中でつい悪口を言ってしまいました。もうこんな私は嫌なので、早く魔法使いと魔導書を見つけてみんなで美味しいご飯をお腹いっぱい食べようね。みんな絶対魔法使いと魔導書を見つけようね。よく言った姫。もちろんだとも。はい、必ず元の世界に戻る手がかりを手に入れましょう。いいですみゃ、なんか燃えてきたみゃ。さっきすごいやる気ね。ん？なんで涙目になってるの？もうともかくガンガン行くんだよ。よし、探索部隊は少数精鋭で行こう。残りは戦車で警戒担当な。さて、誰を探索部隊に割り振るか。混沌をもたらす雷鳴の弾丸、ここにあり。天真爛漫な純粋な好奇心、デルミャン。バディーか、アタッカーはできるだけ頑張ってね。もう何でもやっちゃうみゃ。目標を見つけ出すんだよ。やるにゃ。この任務時間がないみたいだね。かわいいにゃん。
進めるようになったみたいだよ。敵じゃないんだから。混乱してるのかみゃ。早く止めてあげないといけないみゃ。狙いが変更されたか。戦わないと。どっちみゃみゃ。天のあまねと正常なるマナと。こんなになっちゃった。天のあまねと正常なるマナと。のために戦わないと。敵の全滅を確認。成功だよ。やったみゃ。ダメージを受けずに任務完了みゃ。最高ランクなんだみゃ。やったみゃ。すごいみゃ。みゃー、強くなっちゃったみゃ。あんまり出なかったね。地味なのも悪くないかな。少しはお金の足しになったかな。まったく突然攻撃してくれちゃって、やっと静かになったか。もう私ダメみたい。ごめんなさい。約束守れなくて。おい、しっかりしろ。どうやら気を失ったようですね。簡単な処置をしておきます。しかしこの子は何者なのかしらね。この顔どこかで見たような気がするみゃ。ああ、思い出したみゃ。お城に住んでた魔法使いみゃ。確かに魔法で攻撃されたし。って、この子が魔法使いの最後の生き残りってこと？みんな、さっき戦闘中にその子が落としたこれなんだけど。本ですね。ひょっとして。魔導書か。よく見つけてきたわね。お手柄よ、サキ。もうダメ、もう限界。何か食べ物くれないと、この本をここで破っちゃうんだよ。ああ、待て待て待て。ユリナ、何か食べるもの。すみません、あいにく今は何も。ああ、もうメリーナ、ちょっとお願い。みゃ？魔導書を奪えばいいのかみゃ？ほーら、サキ、ここに焼きたてでふわふわのパンが。みゃみゃ、メリーナの尻尾はパンじゃないみゃ。ふわふわのパン食べるんだよ。魔導書確保。
魔法使いの女の子を戦車に運んで撤収。キャンプに帰るぞ。私求めていた王国の魔法使いに襲われ、飢えた先姉にも襲われみやがらも、魔法使いを保護し魔導書も確保したみや。儀式の山の探索に出ていたチームもエルフの都ゴンドリアの守護者ハルディナ姉を連れてキャンプに戻っていて、みんなでワイワイといろいろな話し合いが行われているみや。あとは魔法使いとダークエルフの、なんでもないみゃ。目を覚ますのを待って今後の行動を決めるみたいみゃ。ここはやっと目を覚ましたようだな。ここは三崎森レンジャー部の臨時ベースキャンプだ。一応安全な場所だと言っておく。ただし君が魔法を使って暴れ出さなければの話だが。はあ。君が詰めていた城塞で君の隠れている場所が記述された手紙を見つけたので、石碑のある荒野に我々は出向いたのだが。手紙って何のことですか？なんだか頭が混乱しててよくわかりません。これがその手紙だ。君の同僚によって魔導書と君を保護してほしいという内容が書いてある。保護しに行ったら敵意むき出しで出迎えられたってわけなんだけど。え？私が魔法使い？何とぼけてるの？あの時散々魔法で攻撃してきたじゃない。頭が痛い。私は一体誰なんでしょう？はあ？何その演技？記憶喪失とでも言いたいわけ？彼女の名前はサリア。ミドガルドの真理を探求するものです。王宮で顔を合わせたことがあります。確か最年少で魔法学の全学位を取得していたとか。確かに魔法使いのサリアですね。我がエルフの王に招かれ、エルフの都ゴンドリアの魔法院の主官になったような。私の名前はサリア。魔法使い主観ダメです。何も思い出せません。サリア、どうですか？私の顔を見ても何か思い出せませんか？おぼろげながら思い出してきました。剣技の修練で誤って城壁から転落。衛兵隊総出で外堀から救出されたとか。夜景の真似事をして松明の炎が燃え移り、武器庫や食料庫を全焼させてしまったとか。なんで重要なことは覚えていないのに、私が忘れてほしい黒歴史を覚えているのでしょうか、あなたは。まあまあ、
何かを覚えているのはいい兆候だと思いますよ。そう、姫騎士殿にそんな歴史が。あなた様はアルデナ様。確かエルフのことの近衛兵団長の中で在位最長で最高齢。それ以上やめて。うん、面識のある人と話をしているから徐々に記憶を取り戻してきているみたいね。この分ならすぐにでも思い出してくれそうですね。そんな悠長なことは言ってられませんね。魔導書の行方も分かっていないのですから。あなたたちが持ち帰ってきた本は古代エルフ語で書かれた多くの兵器に関する学術書です。盗まれた魔導書を早く見つけないと偉業を封じることもできないですしね。そう、ショック療法がいいですね。シルビアもその衝撃に開眼したということですしね。そんなこと言ってません、言ってませんってば。別に最年少で魔法の学位を取ったとか、その若さでミドガルドの真理を追求する者の称号を与えられたとか。若さ若さって若さをひけらかして怒りますよ。うわぁ、完全に憂さ晴らしですよね。このままだと手加減なしで尋問を始めかねないし、私たちが曲がりなりにもやらないと引っ込みがつかなそうね。尋問ですか。する方がいいのですけど。頭の中が真っ白になってしまって何も思い出せませんでした。ごめんなさい。まさかこんなすごいことをするとは。あなたたちは鬼なのですか、悪魔なのですか。尋問をしろって言った人がそんなこと言います。これでもだいぶ手を抜いたんだけどな。シルビア、あなたとても物欲しそうな顔をしていますけど。言いがかりです。私はそんな顔などしていません、していませんとも。魔法使いのサリアには今はじっくり休んでもらって、記憶の方はゆっくり思い出してもらいましょう。はぁ、今回の尋問はいつも以上にくたびれた。結局のところこの卵は何の卵なんだろう。やっぱり普通よりも断然大きいし置物なのかな。何かしらの刺激を与えると反応があるかも。ちょっと振り回してみるかな。よーどう。やっぱり変化なしか。刺激が足りないのかな。あやちゃん、筋トレですか。ダークエルフさんが横になっているので静かにした方がいいと思いますけど。ごめんごめん、全然目を覚ましてくれないのでついついこの大きな卵に意識がいっちゃってて。確かにこのダークエルフさんなかなか目覚めませんね。
脈拍、心音、正常、瞳孔ももちろん開いていないし、ちょっとマッサージとかしてみようか。えへっ、はい、はい、どう、はあ、どうだ。卵もそうだけど、ダークエルフさんも反応なしか。あ、そうだ、今度はくすぐってみようかな。こちょ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 。やめろ、くすぐったい。あやちゃん、大丈夫？ダークエルフさんが目を覚ました。腹が減った、何か食わせろ。お城の地下で保護したダークエルフさんがやっと目を覚ました。まさかくすぐったら起きちゃうとかびっくりしたよ。シルビアさんはすぐに話を聞き出したい様子だったけれども、まだ病み上がりなのでお断りしたんだ。ユリナちゃんの用意したお粥を見事な食べっぷりで耐えられたので、健康状態はそれほど悪くはないみたいだよ。異世界から来た私たちの姿を見て最初は警戒していたけども、だんだんと物珍しそうな顔に変わってきた気がするよ。相変わらず口数は少ないけれど、私やユリナちゃんにはそれなりの敬意を持って接してくれているように感じる。隙を見て逃げ出そうともしないし、この人が本当に悪い人だとは思えないんだけどな。さて、いろいろと答えてもらいましょう、ダークエルフ。魔導書、異界の門の解放、ドラゴン、我が父上の所在、なぜ城塞の地下にいたかなど聞きたいことは山ほどあります。少し落ち着きましょう、シルビア。あまり急いでもいいことないですよ。しかし、エルフの私だから気づけたのでしょうが、あなた手配書のラドリアではないですね。人間から見れば同じように見えるかもしれませんが、わずかに違いますよ。おい、私が手配書のラドリア・シールウィンデではないというのか。声を聞いて確信しました。ラドリアはもう少し大人びた雰囲気で喋ります。私の名はファレンシール・ウィンデ。確かにラドリアは姉貴だ。あんた知り合いだったのか。職業上仕方なくって感じですね。私は姉貴のラドリアを探してこの地にやってきた。もちろんなぜ魔導書を盗んだのか問いただすつもりだった。あの城塞に姉貴がいるのを突き止めて忍び込んだが、ドジって地下牢に閉じ込められた。姉貴、なんだあれは、異形か。ファル、驚くなよ。説明している時間はないが、あれは伝説のドラゴンだ。そんなバカな。姉貴、私も戦う。ここから出してくれ。ここにいれば安全だ。その卵をお前に預けた。頼むぞ。そして城は崩れ、閉じ込められた。地下に蓄えてあった酒樽なんかで飢えをしのいで助けを待っていたのだが、どうやらあんたたちに助けられたようだ。まあ、いずれは自力で脱出するつもりだったが、一応礼は言っておく。ところでだ、まあ信じるか信じないかは別にして、姉貴は魔導書なんて盗んじゃいない。姉貴はこの衛兵の鎧を着て兵士たちに指示していたんだ。おそらく魔導書を盗んだと偽って王と一緒に何か企んでいたんだ。
そんなデタラメ信じられません。父上が魔導書を盗んだダークエルフと手を結ぶことなど。父上が異界の門を開きドラゴンを招き寄せたっていうのですか？ありえません。父上はドラゴンと戦ったのですよ。そうか、少し疑っていたんだが、本当に伝説の漆黒竜が現れたのか。姉貴のザレ事ではなかったのだな。父上は、国王は何のためにそんなことをしたというの？わからないな。大方ドラゴンの力でも利用してミドガルドを征服しようとしたのではないか。そんな、父上が。あの、その卵というのは一体どこにあるのですか？卵はなくした。きっとあの異形たちが奪ったんだ。あるいは王の手のものがどこかに持ってったか。それってもしかして翼の生えた赤い卵でした？ああ、確かそんな感じだった。まずそうだったし、あまり関心がなかったもんでよくは覚えていないが。それなら私たちが保管しています。返した方がいいですか？いや、いい。私もどう扱っていいかわからないから、そのまま預かっていてくれ。ところで、あんたら見慣れない格好だな。オルタニアの戦士か？いいえ、三崎森学園レンジャー部の戦士たちですね。この人たちもどうやら異界の門でここに転移したらしく、理由が分からず困っているのです。まさかそんなことに。姉貴のせいかもな。迷惑をかけたな。いえ、別にファレンさんに謝ってもらわなくても。そうだな、直に謝らせるべきだな。よし、私も協力しよう。いいですね、ラドリアの考えなど。姉妹なら何か気がつくことがあるかもしれませんしね。ファレンさんが無実だって分かってよかったです。こうなると記憶喪失の魔法使いとまだ見つかっていない魔導書が鍵ね。とりあえず今日は休んで明日行動に移しましょう。それじゃあ解散。